FM 技能案をきの皆さん、こんにちは、えー、木曜日2時を回りまして火曜ダイヤル797、人に歌あり、歴史ありの時間です担当パーソナリティの砂川です1時間お付き合いくださいますようによろしくお願いをいたしますまあご存知の通りですねこの番組はゲストの方をお招きをいたしまして ゲストの方の腰方を振り返りながらそして思い出の曲、懐かしの曲をリクエストいただいてお送りする番組なんですね2月の4日、今日はもう素晴らしい天気に恵まれてゲストの方もこのスタジオからの眺めに感心をしておられました昨日はまあちょっと寒かったんですがまあ、三寒四温というんでしょうかね寒くなったり暑くなったりのつい連続なんです 今日ゲストにお迎えしたのはですね皆さん音訳朗読ボランティアグループブーゲンビリアの会長さんであります大山幸子さんとそしてメンバーであられます酒井武蔵さんお二人をゲストにお招きをしております大山さん酒井さんこんにちはこんにちは,にちはようこそお忙しい中をありがとうございます。 どういたしましまてどうぞ今日はよろしくお願いしますねよろししくお願いいたますさあ早速ですがその音訳朗読ボランティアグループのブーゲンビリアというのはそもそもどういったあ組織かまず大山さんに教えてもらいたいと思いますがはい私たちボランティアグループブーゲンビリアは視覚に障害をお持ちの方々に本や情報を通して お役に立つことを目的として活動をさせていただいておりますみんなそして一人一人が大切にされる社会づくりをボランティアの良い仲間の方たちと一緒に歩み継けてまいりたいと思っておりますはい、えー、この中で、えー、一人一人一人が大切にされる社会づくりこれは素晴らしいことですね 弱い立場にある人たちのお役に立ちたいという非常に崇高な、ね、精神から始まった組織だと思うんですが、えー、どういったことを活動をされておりますかどういったことについて活動されておりますかはい私たちブーゲンビリアは2010年に立ち上げまして、はい、2010年ですね対面朗読 そして音訳著作権の許可をいただきまして本の録音をいたします、はい、あと朗読部門でブーゲンビリアでは子ども部門もございます、はい、対面朗読それからあ音訳録音ということの対面朗読ということについてちょっと説明してください、はい、対面朗読は、はい、目の不自由の方々から、ええええ ご依頼を受けまして、はい、今現在ですねあの、はい、ゲストでいらっしゃって朗読をしてくださる酒井さんが、ええ、5年間かけて宜野湾獅子の狩猟編を対面でお読みいたしましたこの話後でお伺いするとして、はい、はい対面朗読ですね、はい、え目の不自由な方のおところで、はい、え朗読をする。 とということなんですね、はい、で音訳録音というのはははい音音訳録音はやはり目の不自由の方々からご依頼を受けた本を、えー、まずはじめに著作権の許諾を得ますテープ録音をするという許可をいただきまして、はい、それから酒井さんはじめ私たちでテープ録音音訳をいたしまして。はい ご依頼のあった方々へ展示図書としてお送りいたしております。ほほううほう,ほう展示書籍としてですか。それから、えー、朗読部門三番目のこの朗読部門というのは、はい、私たちは朗読部門もございます。ええ、定期的に朗読会を行います。そ、え、う、ー、ですね、もう20も2012年からですね、はい、順駆動やあとは、えー、リブロ。 のあのホンさんで、はい、あの労働会子供たちも一緒に労働会を行いましたが、はい、ええー、2013年と15年は盲学校での労働会も行いました。2012年と13年、ねはい、はい15年ですね。はい。であとね去年の8月は普天間サン老人クラブ、はい、ミニデイサービスですね。はいで。アラグスク老人クラブミニデイサービス。そして12月は,は普天間イ区の 餅つけ大会大、はい、掃除のねあ,のあと私たちが酒井さんもご一緒に朗読会を行いましたそのこと新聞出てましたねはい、はい、ありがとうございます、ええええ、今現在会員数はどれくらいいらっしゃいますかそう、はい、ですね10代の小学4年生から20代30代40代50代 六十代、七十代、そして最高齢の八十五歳の酒井さんまで。は,はいな。なるほど。十八名での出入り。十八年にりますがす、はい。活躍しております。これもう本当に。十代から八十代まで、素晴らしい、幅広いですね。はい。何が魅力で、こういった方々が。ボランティアグループに入りたいと来るんでしょうかね。そうですね。やはりボランティアの心に。 ボランティアの心がね、い、っぱいの方々です、はい。まあそうでないとね、やっぱり、はい、あのこのさっき申し上げたように弱い立場の方々の役に立ちたいというこういった崇高な精神がないとなかなか入ってこれないと思うんですね。はい、なるほどね。さあそして、えー、このまあ今18名の方々で、えー、活動されているわけなんですが、はい、この。 朗読会というのはこの対面朗読と違って、はい、朗読部門というのはこちらの方が選んだ本を読み聞かせをするのが朗読部門ということですか、はいそうですね、私たちはですね、えー、2年間ですね、はいえー、沖縄文化社発行の沖縄の由来話という。沖縄の由来話、はい本を、はい ね、皆様に、あの、お伝えして。はい,はい。朗読会でお伝えしてまいりました。ええ、ええはい、それで、その対面朗読とは、そういうところが、じゃ、さっき聞いて、ちょっと驚いたのがあるんですが。はい、対面朗読というのは、リクエストをいただいて。はい、その方のリクエストした本を読んで、聞かせるわけですか。はい、そうです。いやー、びっくりしましたね、はい。かなり、あの、目の不自由な方。 たちは、ええとても向上心に満ち溢れた、はい、レベルの高い本がお好みでいらっしゃいます。はい,はい、はい、私はですね。あの本を <laughs> いただきましたら、お預かりしましたらお、ええ、いて、また許可をいただきました。と。はい とても高度な本は、酒井さんにお願いいたします。はい,はい、はい。難しいですね。それであの、まあ、まず最初に下読みをしまして。ええ、で、漢字のわからない漢字とか、人名のわからないのとか。人名ね、土<地>はい。人名のわからないとこを一生懸命調べます。ええ、それから本読み。本題の読みに入ります。録音に入ります。これはあれですか。はい、あの、例えばリクエストきますね。はい。そうすると、この書物に関しては、誰々さんを当てようとかいうのは。うん 皆さんで協議するわけですか。そうですよね。はい、一応ですねお知らせいたします。こういう本がございますってお渡ししたり、それでやはりそれぞれねあの,のいろいろな本がありますので、はい、あ私はこの本をぜひ読みたいとかなるほどそういうご希望に添えるように出しております。はい、ああなるほどね。はい、いやそのギノアン指揮の話がちょっと出ましたよね。はい。ギノアン指揮というのはこれは膨大なページ数。 膨大な分量になっているんじゃないですか。何ページでしたか、酒 <laughs> 井さん。六百ページぐらいじゃないですか。六百ページ。六百ページです。これ議論案提出のあるところ大変じゃないですか。そうですね。どういうふうにしてそれ当たりました。細かいですからね。えー、えー。しかも中身は現在の言葉じゃなしに明治時代のソロ文などが出てくる原文が資料ですから、ね。はいはい。 苦苦労労しししままたよよすね <laughs> でもね「た、ね、めの録」でお聞きになっていらっしゃる方は先ほど、ね、おっしゃったように本当に長時間お読みになっていらっしゃる坂井さんも一生、ね、懸命ですけど、ね、本当に長時間お聞きくださっている、はいね、こう目の不自由な方も素晴らしいいと思います坂井さんお伺いしますがこれは1日で読み聞かせをするわけですか はい何回かに分けていえあの毎週水曜日の3時から5時まで2時間です。2時間ずつ何日ぐらい何回ぐらいかったんですか、うん、まあ5年ですから午後25五2千何百回じゃないですか。<laughs> <laughs> <laughs> 笑っちゃいけませんが、しかしね、ええ、私は読むからどうってことないですし、はい、しかし、私が2時間読んでる間、微動だもせずに、じーっと聞いておられる方、はい、この人ここそ偉いいと思いますよこれはもう素晴らしい名言ですね、<ー>酒井さんの、ね、お気持ちがよく伝わった話だが ええ、きれいな温かいお言葉がいっぱい聞かよってる、はい、そういう、ね、あの仲間づくりをしていや思っておりいや素晴らしいす、ね、ます、ああの今日ラジオを聞いてくださってる方々の中にも、はい、ほとんどの方が、えー、朗読ボランティアグループというと本,の本はこちらの方で持っていって読み聞かせをして聞かせるというふうに考えておられる方々がほとんどじゃないかと思う各いう私もその通り思っていました。 ところがリクエスト来た本リクエストが来た本をそれを調査をして読んで読んで読んで文字とか地名とか人名とかねこの間違いのないようにそれを完全に消化して自分のものにしてそれから対面朗読に当たるというこの話は驚きですね、えー、ラジオの前のあなたもどうでしょうかこういうふうに考えていたんじゃないでしょうかさて、えー、そのお 音訳朗読ボランティアグループブーエンビリアの代表の大山さんのお話を聞いたところでここでリクエストを頂い,いておりますんでちょっと一曲曲を挟みたいと思いますが大山さんのリクエストはエリッチエミさんの「テネシーワルツ」でしたね、はい、なんか思い出がありますかはい大好きな曲です大好きな曲ですはいえーはいね、これエリッチエミさんのね確か 16歳じゃなかかったんですかね16歳の時に吹き込んだという話をちょっと聞いたことがあるんですがそれじゃあそのエリ・キエミさんの歌で「テネシー・ワルツ」をお願いします。 い、大山さんのリクエスト一曲目「テネシー・ワルツ」をお聴きいただきましたさあ大山さん、はい、話を続けてまいりましょうね今そのーブーケンビリアとのこの連絡方法とかですね、はい、これはどういうふうになっていますかはいブーケンビリアはですねはい、私私の携帯でよろしいでしょうかあどうぞどうぞはい、えー、電話番号が080 零八零三二二八三二二八五二二六番です。五二二六番ですね。はい、えっとそしてリスナーの皆さんどうぞあのメモを取ってお気になってくださいねお願いします。電話番号、えーはい、大山さんの電話番号で携帯番号ですね。はい零八零三二二六の五、ね、ごめんなさい三二二八の もう一回言いましょう。頭から言いましょう。零八零三二二八の五二二六番ですね。はい、そうです。ファクスもありますね。どうぞ教えてください。はい、ファクスミルの番号ははい零九八はい八九二はい六六八四番です。はい零九八八九二の六六八四番ですね。はい。E メールも紹介しましょうか。はい、よろしいんですけど、これ携帯の あ、そうですか。すかはい、はいはいそれじゃあ、まあ設立設立したのが、えー、2010年ですね。はい。立ち上げたのが2010年。そして2011年の4月よりまあボランティア団体として登録をして活動しているということですね。はい、そうでございます。それでこのおまあ皆さんの活動状況をですね、新聞が取り上げまして私の手元に、えー、たくさんあるんですが。 その中の一つをちょっとご紹介しておこうかと思うんですけどね見出しが沖縄の昔話朗読お年寄り笑顔にというタイトルがついていて、えー、ギノワンでボランティアと書いてありますね、えー、朗読ボランティアグループブーゲンビリアの千念ニーナさん16歳日和さん14歳夏目さん10歳 この三名はご兄弟ですか？そうですね、はい、三<お>姉妹、三人、三、はい、姉妹ですね。はいえー、知念、えー、ニーナさん、日和さん、夏目さん、この三人が19日。これ、19日と言いますのはね、皆さん。2015年、去年の8月の新聞なんですね。えー、それ、頭に入れておきいただければと思います。えー、市、アラグスク公民館で、デイサービスの利用者に。 沖縄の由来話、これは沖縄文化社から出た本なんですが、えー、沖縄の由来話を朗読した地元普天間の普天間宮の女神に始まり名護市のウトフイジーですねこれね、はい、ウトフイジーや那覇市のガジャンビラなどの物語を披露しましたニーナさんは緊張しすぎて聞いてる方々の顔をうまく見ながら話せなかったけど 喜んでもらえて嬉ししいと振り返り返ましたサービス利用者の最年長大義美よ義子さん92歳は子どもたちがよく本を読み込んでいるのが伝わってきた素晴らしい朗読を聞けたと目を細めましたブーゲンビリアの大山由紀子代表は子どもたちも練習に励んでいたので披露できてよかったと話しました、はい、そしてですね この会に出席をしてメンバーの一人であります坂井さん。坂井さんは、活動を始めて5年。毎日やりがいを持ってやっています。活動は120歳まで続けたい。声をかけてもらえればどこでも行きますと、今後の活動への意気込みをが感じられたという記事なんですね。坂井さん、覚えてますか、このな記事。 忘れ, <laughs> 忘れちゃいました <laughs> それじゃ120歳までできませんよ <laughs> いや素晴らしいですね今度はそのおまあもっと記事があるんですけどね大山さん特にという記事がありますか「えー、感動へ勇気伝えたい」これはもう一本もう一本ちょっと紹介しこれ2 0 1 0千十。年 ですか？2015年。あ、これだな。これですね。いいですか、ね。お願いいいですか。はい。はい。おい、えー、もう一本皆さんにご紹介しておきましょう。これは2015年7月このさっきの記事の一月前の記事なんですね。民話朗読笛に聞き入る。沖縄盲学校組踊り保存保持者ら訪問というタイトルなんですが。 視覚に障害のある児童生徒が通う早原町の県立沖縄盲学校で6日これは7月の6日ということですねえ朗読グループブーゲンビリア大山一子代表による朗読と国指定重要無形文化財組踊り保持者の知念久光さんによる笛の演奏会が開かれました。ブーゲンビリアの会員5人がクスクエや ガジャンビラなどの沖縄民話を読み聞かせました。小屋を変えて登場人物になりきる会員たちの朗読に小学部の受動16人が聞き入りました。知念さんは中国に伝わる楽器、これは民民妙なんですか、民舞とか明るいというまあ民民の民時代の民と舞ですね。 これどういうふうに読むのかちょっと分かりませんごめんなさい「琉球笛」を演奏しました演奏後児童たちは笛を吹いたり触ったりして楽しみました参加した小学部6年のアゲナ・ユキさんは大切な思い出として心にずっと残していきたいと話しましたブーゲンビリアの大山代表は荒垣校長に朗読を録音した CD と沖縄民話の民話の書籍を贈呈しました 大山さん、関心なのはね、この小学六年の。あげなゆきさん、大切な思い出として、心にずっと残していきたい。六年生とこんな感想を言えるんですね。はい。はあ、本当に素晴らしいです。素晴らしいです。いや、素晴らしいこ。はい、<う>はい、あの、<当>感性が豊かです、ね。感性豊かですね。ちょっとね、あの、もがこのね。 あの職員さんとかね先生方が一生懸命たっぷりと愛情をかけて、ええね、丁寧にご指導をなさってらっしゃるそ,、ね、そのおかげだと思いますなるほど、ね、とっても皆さん考えらいてスマートでしたいや素晴らしい記事ですね、はいえー、さっき大山さんがおっしゃったあ連絡先電話番号もう一度言っておきます皆さんどうぞメモしてくださいね08032285226番 五二二六番ですね、えー。入ってきまあの電話かかってきますね。そうするとまあ面接をするわけですか。そうですね。はい。面接をしてはい。えー、まあ活動の内容を話してはい、えー。プログラムをまあ紹介してというふうなことになりますか。はい。あのー、またはもう即体験を<っ>はいはいしていただきます。例えばその、はい、おう。 なんですけど、朗読,朗読会に、はいえー、一緒に行ってもらって体験してもらう、はい、ということですね。あの私たちはあの朗読のあの教室ということではなくて、はいはい、もう即実践をするまさにあの実践グループなので、はい、皆様やはりあの朗読がお好きだとか本がお好きだとか、はい、ねそういうとても素晴らしいねあの方々がですね、はい、あのいらっしゃっていただきます。はいわ、えー、かりました。えー、その まあ、これまでね、どれくらいもうな、何百回、何百回ですか、どれくらいされましたかね、活動そうです一いいいい年間通して一番少ない時でで146日、一番多い時でで260日ぐらい、一年間通して、ですねですいや皆さんで、本当に酒井さんをはじめ、ええ、みんなで。 これを一つにして楽しくワクワクしながらそうですか、はい、素晴らしい本を読ませていただいております,いいす、ね、はいここでまた一曲入れたいと思いますがえ今度はケセラセラこれはドリスデイのドリスデイの歌でしたかねはい、はい、そうですね、はい、ドリスデイで有名ですけど、はい、今日は、ね、どなたかなお願いしますどうぞ ボリュームちょっと小さいな。ボリューム小さい。ああ、CM のですかあ、CM は向こうで、ええ。で,のえでのあの、向こうでは放送用にコンプレッサーっていうので、音を引き上あげるので。大丈かな取っときましょうね、これ痛いので。 はい「火曜ダイヤル797人に歌あり歴史あり」この放送は FM ワンのスタジオから砂川がゲストの方をお迎えして生放送でお届けをしております後半に入りましたさて大山さん、はい、この対面朗読をしていて、はい、やっぱり感動することはありましょう 一、はい、つ、二つ紹介してくれませんかが、あったのかそうです、ね、あの私の場合、あの音楽をです、ねはい、させていただいていたんですけれども、えーあ、現在も、ねはい、音楽させていただいておりますが、はいで、とても素晴らしい、本当にグレードの高いあの本をお好みで、えー、私も感激しながら、感動しながら本を読ませていただきまして、はい、でテープあの完了したので、お送りしたんですよ。えー そしてねこの本をもう少しちょあとこう後1週間ぐらいお預かりしてよろしいですかで申しました、ええ、そしたら「いえもう目の不自由の方がおっしゃるには、はい、本は僕たちにとっては抜け殻です」って抜け殻、はい、もう要するに人、はい、の何ですか白紙と一緒なので、ええええ、音声でしかお聞きできないということをおっしゃるんですよ。ええ ですから音声、図書、テーブをお送り、ねはい、したときに、はい、どうぞ、本をお借りしてよろしいですよとおっしゃいました、ええ、そのときに私はものすごくあのもう,何,でしょう何とも言えない気持ちというか私たちは人生においてとても素晴らしいい本を出会いますよね本に、はい、素晴らしい本にいっぱい出会うそしてとてもつらい時はまた,自分,たち自分からこの素晴らしい本を求めて、はい、はいで読みます。ええ、そのの多くの本や ラジオやテレビから、今度言葉のね、力強い温かい言葉から。私たちは元気をもらって、また頑張るということができますが。この目の不自由な方たちは、本当に目は不自由ですけど、心が素晴らしいんですよ。心が素晴らしい、自由で、スケールが大きくて、向上心に素晴らしい。ね、溢れている、いらっしゃいます。はい。まあ、その本が私たちにとって抜け殻だ、まあ、まさにその通りではありますが。 そういった人々の役に立っているという、そういった活動をやっているという。自身、大山さん自身、これは生きがいきなり。手応えを感じますよね。はい、もう、もう本当に、あの拙い。拙い翻訳をね、させていただいております。はい。本当にこちらこそ、感謝いたしております。なるほどね。はい。さあ、そういうところで、そのアラグスク公民館で開かれた、ああ、朗読会に。出席をしたメンバーの。酒井さん。 今度は酒井さんにご登場を願いたいと思いますが、酒井さん、はい、ようこそおいでくださいました。ありがとうございました。いいお招きいただきましてありがとうございます。さあ、酒、えー、井さんに今日はですね、その沖縄の民話ですか、沖縄の民話、世界、題、えー、今日の紹介するお話のタイトルは何ですか。はい、今日お読みする本のタイトルはですね、はいえー、世界に羽ばたけ、寝たてのクガに殺到と。はい。 というタイトルですああ著者のお名前は下地昭義さん下地昭義,義さんは宮古島市の平良阿佐下里のご出身で、はい、琉球大学教育学部を卒業された方です、はい、そして現在宜野湾市の伊軽島文化財ガイドの会の会員であると同時に宜野湾市立博物館友野会の会員でもありますああそうですか 「世界に羽ばたけ、根建の久我に殺到ですね、はい。そして今日読みますのは「ええ、根建の久我に殺到の第一章第一章久我に殺到の話と、はい、時間の都合でちょっと飛ばしまして中身を抜いて第四章の四項、はい、おもろそうしに見る殺到の項を読ませていただきます。そ、はいはい、それではその ベテランの坂井さんの朗読を私たちもじっくり聞いてみましょう。お願いします。どうぞ。はい、第一章、ハゴロモノコ、クガニサの話。1、天女の子、サトタ誕生。奥ウ。オクマウフは、一人で暮らしで畑仕事をして暮らしていました奥間マウフは、貧しくて、嫁をもらえなかったということです。ある日、 畑仕事の帰りに森の川で手足を洗おうといつもの川に行きますすると今までに見たこともない美しい女の人が水浴びをしていますこの世の人とは思えない美しい人だなきっと天女に違いないとおまをふやはつぶやきます近くの木の枝には薄い七色の絹のきれいな着物がかけられています早速 オィアはこの美しい着物を近くの自分の家へ持って行き米の蔵へしまいますそしてまたそっと森の川へ足を運びますしばらくして美しい女の人は自分の着物がないことに気づきますあの羽衣がないと自分は天に戻ることができないと大泣きをします 羽衣は自分が必ず見つけてやるから心配しないでいいよ。必ず羽衣を見つけてあげるから。羽衣を見つけるまで近くの自分の家に自分の着物があるからそれを着けたらいいよ。と話します。月日が経つうちに天女と奥まうふ屋は親しくなりました。そして一人の女の子と一人の男の子が誕生します。 この男の子はサットと呼ばれます。時は1321年でした。鎌倉時代の末頃です。サットは浦添紛りの蛇名村奥間家に誕生しました。奥間家は森の川の向かい隣です。に天女は羽衣を見つける。ある日、姉さんが弟の子守りをしながら歌っています。 母の飛び衣は6つの柱の蔵にあるよ。舞衣は8つの柱の蔵にあるよ。それを聞いた天女は、羽衣は蔵の中にあったんだ。と早速探します。あった、羽衣があった。天女は羽衣を取り出して、それをつけ、天へ舞い上がります。子供たちは、お母さん行かないで。 と何度も何度度もも声をかけますしかし天女はどうしても天へ帰りたくなります。別れ惜しそうに何度も何度も回りながら飛んでいましたがついに天へ舞い上がっていきました。この天女が降りた泉を人々は森の川と呼んでいます。三、海の大好きな少年サット、ジャナモヒ。サットは畑仕事をやりません。 怠け者と言われました当時の人々は畑仕事をやらないサットを怠け者と言いますでもサットはジャナの海茶炭の読谷へ続く海を歩くのが大好きですジャナモヒと呼ばれるサットはジャナと言われる大ジャナ益城大山の海の幸の多い珊瑚礁で魚やタコをとったと言われます ジャナはサットにとって故郷の海ですジャナでサットは巻港に向かう大きな帆の船を見て考えますこの大きな船はどこから来たのだろう何を積んでいる船かな自分もこの船で外の国へ行ってみたいなジャナはサット少年の海外への夢を膨らませたことでしょう 海は母なるふるさと海は世界への道4カツレンアジの姫に結婚を申し込むある日青年たちが話をしていますカツレンアジの姫が婿選びをしている多くのアジたちが結婚を申し込むか断られているその話を聞いたサットはサッとカツレン城へ向かいます かつれん城の門に入ろうとすると門番,門番たちが「このこじき目何をしに来た?」とからかいます。私はかつれん味の姫が婿になる人を探していると聞いてきたのだ。お前みたいな小こじきを婿にするはずがない。さあさっさと帰れ帰れとつっかえします。いいや味の姫に会うまでは帰らない。大きな声で言い張ります。 そのことに気づいた姫に門番たちが言います。こいつが姫に結婚を申し込みに来ています。まあ、どんな人かわからないので入れなさい。と姫学べだるは言います。さっとは両親の前に出ます。こんな古事みたいな人と結婚するつもりですかと両親は言います。姫学べだるは、 この人は南は、南はみそばらしい姿をしていますが、王様になる光が差している方です。この人の妻になります。と言います。両親は占いが多い人出ており、賢い娘の言うことだからと、サットを婿にすることにします。サッはカツレン味の姫と結婚します。1337年、サット17歳の時でした。 日本は室町時代の初めの頃です。五、久賀に名を建てる。サットは姫を妻にします。姫の両親は貧しいサットのところへ行く娘を哀れに思います。ところが、サットのかまどを妻がよく見ると黄金で作られています。これは久賀にといった宝物だよ、と妻はサットに教えます。 こんなものだったら自分の畑にゴロゴロしてるよ。と、サットは言います。妻が畑に行ってみると、本当にクガニがいっぱいあります。父のかつれん味の使いのものとともに、二人はクガニを拾って蓄えます。そこにクガニをともとにクガニ縄を建てます。クガニナーとは老格のことです。クガニナーはクガニムイグスクとも呼ばれ、サットの 薄くと伝えられていまサットは畑にあるクガニと山と日本の船で運んできた鉄とをナトゥーダバルで交換しますこの鉄でサットは釜などを作って農民へ与えましたまたその頃の巻港の代わりは橋がありませんでした南北を行き来する人たちはクガニ縄の前を通りました サット夫婦は思いやるのある人で飢えている人には食べ物を与え貧しい人には着物を与えましたサットは農民や人々に慕われて浦添アジになりましたその頃浦添グスクの西王は幼いので母親がわがままな政治をしましたそこで国人は 浦添阿智を中山王にしました1350年650年前の王様ですット王は1372年に中国の民との侵攻貿易を始めた最初の琉球国中山王ットです中国から鉄の釜を持ってきた王様です第二章 4項、おもろ宗師に見る殺到。1、おもろに称えられた殺到。殺到についておもろ宗師には次のように記されています。1、じゃなもひや、たがなちゃる、コが、こがきょらさ。こがみぼしゃやあよるな。また、ももじゃラのあぐでおちゃる。こちゃぐち、じゃなもいすあけたレ また、じゃなもいが、じゃな上えばるのぼてケバ、けやば、けあげたるつよや、つよからどかばしゃある。普通の言葉に直しますと、じゃなもいは、たが、誰がうんだ子か、かくも美しく、かくもみ見ぼしくあるよ。ももの待ち望んでいた、くちゃの口をじゃなもいこそ開けたり。 ジャナモイがウな上原に登って蹴上げた梅雨は梅雨までもかんばしこれは宜野湾獅子第四巻資料編3宜野湾関係資料1からの引用ですこのように天女の子殺到をたたえたことをおもろに見ることができますおもろとは古琉球の祭りや英雄などが歌い継がれた古い歌のことです ジャナモイとは殺到王のことです。ジャナとはギノワン市の王者なマスキ大山のことを言います。ギノワン市の西海岸一帯のことです。この西海岸一帯はカ湧き水が多く水量が豊富です。ギノワン市中央の大地に降った雨は琉球石灰岩層を通り粘土層の上から湧き水となって出てきます。 この一帯は小金の方が波打ち、米作りが盛んなとこころでした。のの一帯の米どころが砂糖を支える大きな力にもなったのでしょうまた海の幸にも恵まれたところでしたジャナウイバルとはジャナの高台東部の丘陵地帯のことかこのおもろでは砂糖が1372年 民の将尉に応えて王帝大旗を使わし中国との交易路を開いたというギノワン志士第4巻資料3ギノワン関係資料1このおもろに見るように琉球国中山王佐藤は民との貿易をはじめ日本朝鮮シャム、現在のタイなどの南方の国々との中,中継貿易をしました 佐藤王は琉球王国の大貿易時代の開拓者です。佐藤王の頃の散々時代や琉球王国のグスクや歌器が2000年12月に世界遺産に登録されました。沖縄の世界遺産をいかに受け継ぎ、世界へいかに発信するかが私たちの手にかかっています。佐藤王に学び、世界へ羽ばたけ。 佐藤王は1395年10月5日にその一生を終えました。佐藤在位46年、弱い75、去年76。に佐藤の業績、働き。佐藤は1372年に弟大輝を民中国に初めて送り、琉球王国の基盤を築きました。 日本より先に中国の民との貿易を始めました佐藤王は正式に民との貿易を始めた開拓者ですまた佐藤王は中国日本朝鮮南半現在の東南アジアの国々との中継貿易を始めました佐藤王は琉球王国の大貿易時代の開拓者ですまた佐藤王は日本の鉄とくがりを交換し鉄のくわを作り農民たちに与えました 農民が鉄の釜を使用し米作りが盛んになりました中国からは鉄の釜などをたくさん持ってきて暮らしが良くなりました砂糖は,は中継ぎ貿易を盛んにするためにどんなことをしたでしょうか まず貿易をするために必要な港は牧港より深く広い那覇港を使いました。グスクも浦添グスクから首里城へと移りました。そして佐藤は貿易の仕事を盛んにするために航海の技術などを持つ隣人36歳を中国からグメ村に住まわせました。グメ36歳の三元は琉球の三神として,て広まりました。 また佐藤は中国の国士館過各大学へ留学生を送り中国の文化を学ばせました佐藤は琉球のリーダーの育成にも努めましたまた佐藤は波の上五穀寺を直眼寺としました佐藤は沖縄文化の基礎を築いた王様です3 に学び世界へ羽ばたけこれからの国際化社会の中で私たちは佐藤に学び平和で豊かな文化社会を作ることを願っています羽衣の子寝たての小我に殺到に学び世界へ羽ばたけ寝たての都市儀乃湾は四方儀乃湾に次のように記されています寝たてとは 雇用おもろそうしに表された言葉で、物事の根源、または共同体の中心を意味します。中部と南部の接点に位置する宜野湾市は、かつて佐藤王の時代に琉球の根、かっこ根、根の島根立と呼ばれ政治経済文化の中心地でした。 寝立ての都市宜野湾は21世紀をリードする限りない発展を秘めた沖縄県の中核都市として宜野湾市を象徴する市民の愛言葉としています天使女の子殺到王をたたえて宜野湾羽衣祭実行委員会は宜野湾羽衣祭りを毎年8月に開催しています。 主なイベントとしては、ギノワン・トビンス・ハニンス・カチャーシー大会と、佐藤王、歴史、絵巻、行列、旗頭があります。闘神、銅衣など、佐藤王が中国からの宝物を運んだ新行戦を人々が迎える喜びをカチャーシーで祝って踊ります。カチャーシーを阿波踊りのように全国へ発信しようということです。 海洋国、琉球王国は招待級のバンコク診療の金にあるように中国、日本、朝鮮、東南アジアの国と貿易をしました。バンコクとの架け橋を作りました。また遠山久造は、いざゆかも我らが岩わご大衆とハワイ移民をしました。今、沖縄人がエチャリバ朝廷の心を持って世界の国々で羽ばたいています。世界のウチナン大会が盛り上がっています。 どこの国へ行っても沖縄人の心のふるさとは沖縄です今沖縄では沖縄の特産物である青森や空手三振エイサーなどの沖縄文化を世界へ発信していますこれからも沖縄の自然歴史文化の持つ得意のくがりの無限の可能性を生かし沖縄人として国際化社会で羽ばたいていきましょう以上で終わります いやいやいや素晴らしい朗読を聞かせてくれましたね。皆さんいかがでしたか、えー、羽衣その森の川ですか、えー、羽衣伝説というのはよく聞くんですがこういうふうに聞いたのは初めてですね。砂糖、はい、のね砂糖、はい、はそのお何ですか、えー、姫から生まれたということですね。はい、そねそしてそれが最初 結局、最終的には宜野湾市が8月に開催している羽衣祭りにつながっているとそういうことです。が。いやー、これ初めて知りましたね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いいねえー、そのボランティアグループのーメンバーの一人であります。酒井さんに熱演、本当に熱のこもった朗読をしてもらいました。ありがとうございました。 こういうふうな調子で、まあ、あの目の不自由な方々に聞かせているわけですね。はい、なるほどね。120歳まで頑張ってもらわないといけませんね。<laughs> <laughs> ぜひよろしくお願いします。<laughs> こちらこそ。さあ、えー、お届けをしてまいりました。今日の火曜ダイヤル797、人に歌あり歴史あり、そろそろお別れの時間ですが。えー、まあ天気も良くなってきましたが、急にまた寒くなったりしますんでね、ね皆さんどうぞ。 体調管理にはくれぐれも気をつけていい一日を過ごしてもらいたいと思います、えー、大山さん酒井さん、はいはい、今日は本当にありがとうございましたこちらこそ機会があれば、はい、こういったお話いっぱいありますでしょうはいありますね<え>たくさんあります下位先生が書いてある本の中にもたくさんありますよね、はい、また機会を見て、はい、ぜひ 紹介してください。こちらこそぜひどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。それでは皆さん、今日はこの辺でお別れしたいと思います。ごきげんようさよう,さようなら。失礼します。